単元手術7、ももからふくらはぎ。ボールまで浅いからちょっとお尻のあたりに当たってもいいです。で次太もも、今浅いからちょっと早めにします。次、膝の裏の関節に当て、その体験を持ったら次のやり方、お客さんの足首を持ち上げてボールをちょっと当てて、ちょっと曲げて押す。で、次、ふくらはぎ。下の足やるときは足首のあたりまでします。足首のあたりまで